マナス国立公園はインドのアッサム州にある国立公園で虎や象の保護区であると同時にユネスコの生物圏保護区や世界遺産にもなっている。公園の名前の由来はマナス川に由来しており、その川の名前自体はヘビの神マナサーにちなんでいる。マナス川は国立公園の中心部を通っているブラマプトラ川の支流の一つである。マナス国立公園は 1928年10月1日に指定された面積360平方キロメートルの超重保護区が短所であり、1973年にはマナストラ保護区が設定された。超重保護区以前にはマナス森林保護区と北カムラップ森林保護区が設定されていたが、クッチベイハーロイヤルファミリーとガーイッパーのラジャの狩猟用の保護区だったこともあった。 1951年と1955年に面積が増え391平方キロメートルになった。1985年12月にユネスコの世界遺産リストに登録され、1990年にはカヒタマ森林保護区、コキラバリ森林保護区、パンバリ森林保護区が加えられてマナスコ国立公園となった。しかし1992年にユネスコは 密漁の横行やテロ活動を理由に危機にさらされている世界遺産リストに加えた2008年2月25日には面積が950平方キロメートルに増加した2011年危機遺産登録から除外された遺産に深刻な被害を与えていた民族紛争国立公園の中心部の存落は森林の中のアグラングのみであるその他に 国立公園を囲むように56以上の村落があり、それら周辺の村々の多くは直接的かどうかを問わず国立公園に依存している。政治的な地理区分譲はアッサム州内の6つの地区、つまりココラジャー、ボンガイガオン、バーピータ、ノルバリー、コンループ、ダーラに属している。自然地理学上はマナスは東ヒマラヤ山麓に位置しており、 鬱蒼とした森林に覆われている。ブラマプトラ川の支流である、マナス川が域内を流れる、主な川である。マナス川は、公園の西部を流れ、さらに、ベキとブコデューバという二つの支流に分岐する。国立公園には、ザ・ウター・ヒマラヤの山麓の下に低く広く堆積した、弾球が展開しており、そこをマナス川と他の五つの小川が流れている。 川は、インドとブータンの国境の役割も果たしている。公園北部のサバナ地帯のベッドロックは、石灰岩や砂岩でできている。それに対して、南部の草原地帯は良質のお奇跡度が厚く、積もってできている。気候について言えば、最低気温は、摂氏15度ほど、最高気温は37度ほどである。5月から9月の雨季には豪雨に見舞われ、年平均降水量は、 約333センチメートルにもなる。マナスには草原生物体と森林生物体という二つの主要な生物体が存在している。植生マナスのザ・ビルマモンスーン・フォレストスはザ・インド・ガンジェティック・アンド・インド・マラヤン・バイジョバグラフクル・レルムズの境界線に位置しておりザ・ブラマプート・ラバレーバイジョバグラフク・プロビンスに属している。サブ ヒマラヤンベバー、テライフォーメーションとリバーインサクセションリーディング、アップツーサブ、ヒマラヤンマウンテンフォレストの組み合わせが、この地域に世界でも有数の豊かな生物多様性をもたらしている。主な植生のタイプは以下の通りである。川辺の乾燥した洛陽樹林帯は段階的に変化し、川から離れるに従って湿潤なものになる。また、公園の北部では、 セミエバーグリーンクライマックスフォレストが続く。世界遺産の登録地域では543種の植物が記録されており、うち374種が総使用植物、139種が単使用植物、残る30種は死ダ植物から死植物である。公園内でよく見られる植物は、紫太もも、紫素心花、クスノハガシは、ニッケイ、キワタ、ビワモドキ。 キキダチキバナヨ花ラクミロバランアパナミクシスポリュスタキュア、アントケパルスキネンシス、カレアアルボレア、テルミナリアベリリカなどである。草原地帯は主に千葉やダンチク、キワタ、ミ,ナミコミ乾燥のほかクレロデンドルム、リィア族、ウオトリギ族、ハマクサギ族などの仲間が見られる。公園内のアマサギ公園内のジャングルオール公園内のハイバネジョウビタキ保護区では五十五種の、哺乳類、 380種の鳥類、50種の爬虫類、3種の両生類が確認されている。保護区内では、アジアゾウ、インドサイ、ガウル、アジア水球、バラシンガジカ、トラ、ヒョウ、ウンピョウ、アジアゴールデンキャット、ボウシュラングール、ゴールデンラングール、アッサムモンキー、スローロリス、フーロックテナガザル、ビロードカワウソ、ナマケグマ、キョン、アクシスジカ、サンバーなどが見られる。 この保護区は、アッサムセタカガメ、アラゲウサギ、ゴールデンラングール、小びイノシシのような希少種や、絶滅危惧種も生息する。マナスには、約三百八十種の鳥類も見られ、特に絶滅危惧種のベンガル症のガンの生息数の多さは、特筆に値する。他に見られる、主な鳥としては、白頭、赤ツクシガモ、ミヤマハッカン、ヒーロサン三昇クイ、カンムリワシ、 ハヤブサ、ハチクイ、サイさョウ、アイサ、チュ中ヒ、ミサゴ、サギなどが挙げられる。1995年以降一般公開されるようになったこの公園で野生動物を見る一番の方法は夜に夜間機能付きの遠くまで見通せる双眼鏡を使うことである。また、アッサム州に属している公園の大部分を探検する理想的な手段の一つは 4WD のジープを使うことである。また、ボートを使って、マサングリーから3 5トルにわたってマナス川を下ることも人気のある選択肢と言える。だが何と言っても、多くの観光客から好まれているのは、マサングリーからゾウの背に乗って観光することである。これは、公園の当局が管理している。公園は雨季には、閉園になる。1985年に、 マナス野生生物保護区の名で、カジランガ国立公園、ケオラデオ国立公園と共に、インド初の自然遺産として登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。マナス野生生物保護区は、1992年に危機にさらされている、世界遺産リストに登録された。分離独立も視野に入れた。 民族紛争などを背景に、反政府ゲリラが横行し、密漁などを繰り返した結果、野生生物たちの生存が脅かされたためである。被害が特に大きかったのは1990年から1994年のことで、その後は公園の管理体制なども立て直されている。ありがとうございます。